私たちの婚約の手続きは書面に名前を書くだけのごく簡単なものでした。結局両家での結納は執り行われることはなく、二人の署名によって改めて私は旦那様の婚約者となったのでした。ミア様、もう少しで正式に工藤家の奥様ですね。奥様だなんて。Let's go.